ああ、こんにちは。ありがとうございます。こんな日曜のお昼から 日曜ですよね。日曜のお昼から すいません。なんかこんにちは。完全ノープランで、なんかこのライブボタンを押すという、このお昼なんか新鮮で、なんかお昼明るいです、ここの部屋が。なんかちょっとこんな、こんにちは。いや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 、なんかもうなんかギリギリすぎて、投稿してからやろうとか、いろんななんかとか、なんかバタバタ人が来たりとかしてたら、あーちょっとこれ洋服着ちゃって買え、これじゃなくてよかったなと思ったんですけど、もうね、今更みたいな感じで、もういいやっていう感じで、まあうちわな感じでやりたいと思います。いつもありがとうございます。今日は、ピアノを遊ぼうっていう企画を月に2回やろうって決めたので、もう今月が終わっちゃうっていうことで、無理やりぶっこんだっていうやつなんですけど、でもお昼しかないとか思ったんですけど、まあちょっと面白いかもしれない、お昼の時間も。それでなんかそうだ、何にしようかなと思った時に、ちょうど1日1即興っていうのを始めて、2016年の6月8日に始めたんですって。それでありがとうございます。なんかね、もうまあでもこの年いけば、まあもう何でもいいんだと思うんですけど、やっぱりそれにしてもちょっとね、いろいろとなんかあーあって感じはありますが、まあそれ置いといて、6月8日に始めて、で毎日別にね、旅行行ったりいろんな日があるので、別に毎日必ずその日に撮ったやつをその日にあげてるとかいう、なんか何の規則もないし、別に何の記録でもないので、全然ただ自分のためのやってるやつなので、全然その辺何でも取りだめして、で旅行行く時はなんか例えば10日いなかったら10個ぐらいもうまとめて YouTube に上げちゃってから行くとか、そんなんですけど、まあ、一応私としては1日に1個 YouTube 上がるっていうのをなんかやろうかなってなんとなく始めて、でなんか多分もう2000過ぎてるんですけど、まあちょっと私のカウントがあまりにもなんか私らしくなんかいい加減なんで、なんか今2000まであと12、3個ぐらいな感じか、11、2個かな、なんかそんな感じなんですけど、じゃあまあね、それも記念してってか、今回の魂胆は、まあ、6月10日にコンサートがあるので、ね、それにちょっとこれ、ここをね、それの実験に使っちゃってるので、それでこのピアノじゃなくてこの即興も、即興ってね、なんか練習しないし、しないっていうか他が大変で、それどころじゃないんで、即興は手つかずのままに本番になっちゃうんで、いくらなんでもちょっとそのどういう感じ、手応えというか、なんか方向性というか、なんかそういうのも探りたいなとも思ったりしてたり、あとそのもうなんかいろいろとその曲がね、なんかバッハのシャコンヌっていうのが私にとっては結構トライアスロンなので、ちょっといろいろギリギリなので、なんかあんまりこうなんていうのかな、即興だと、まあ、加減ができるから、その筋肉節約というか、そのあんまし使わないでやれるとかね、そういうのもあったり、まあ、いろんなことがあって、じゃあ今日は即興のにしようかなと思ったんですけど、本当になんか、まあ、考えてないっていうか、まあ、逆に即興の回なので、もう全部この今ここに任せてみよう、見ようかなということで、どういう風にやってるか、1日1即興は録音を出してるから、
一応ね、まあものすごいものすごいな、なんて流れ作業ピッと取ってピッとって感じだけど、でもなんか一応そのいいとこだけ切って貼ってっていうか、切って貼ってはいないけど、そのままですけど、いいとこだけ出してるんで、なんかどんな感じでこう探ってるかっていうか、そういうのをなんかお見せするのもありなのかなと思ったり しています。ということで、ノープランでやっていこうと思っております。そうですね、なんか今ねセレブ夫人が見えたんですけど、なんか私まだちゃんとお返事してないんですが、私が気がまた例によって気がつくのが遅くて、なんかすごい素敵なリブログをしてくださって、でなんかそのね即興、その一日一即興を何かの日にこうたまたまこう開いて、でそれによってなんかそのちょっとこう気持ちがね揺れてた なんかあの時にこう、それはたまたまで、その私のせいではないと思うけど、でもなんかそういうふうにおっしゃってくださったんだけど、その聞いた瞬間になんかこう戻れたっていうようなことを言ってくださってて、それでそれにかけてなんかリブログの内容で、その私がこの間ねブログに書いたんだけど、その2000日を振り返るっていう適当なタイトルにしちゃったので、じゃあ振り返んなきゃと思って、で振り返ろうと思ったら、その即興部分だけを振り返ろうとすると、過去がなかったんですよ。過去がなかったっていうか、全部つながってたっていうか、っていうことに改めて気がついて、あ、全部つなが過去からつながってるってよく言うけれど、速攻の瞬間はこう前後がこう落ちるので、そうするとなんかそのね、その例えば2016年の6月って、記憶として私何やってたかなと思うと、あああの頃だあの頃だっていうのは手帳でも見ればなんかあるけど、即興のとこだけ思い出すと背景がないし私もいないっていうか、だからなんかこれは振り返りようがないっていうことにちょっと先に気がついちゃったっていうのもあるんですけど、でなんかそういうそんなことを書いてたら、セレブ夫人が、あ、だからその弾いてるマキコさんが今ここだから、それを聞くと今ここに戻れるんだって思ったって言ってくださって、ああもしかしたらって、私は全然今ここじゃないですけど、その即興やってる瞬間だけはそうかなと思って、だからその音のクオリティとかは全然あれですけど、今ここにいるっていう意味においては、今ここにいるかもしれない、私の生活の中では一番そうかなと思ったりしてるんですね。ということで、じゃあまずちょっとなんか今ね、今ここにその宮川美智子さんが空間の音を奏でるとか言ってくださったんですけど、空間の音ってね、あと何宇宙につながるとか、そういうのってなんか言葉だけだとこうすごいふわふわしちゃうっていうか概念っぽくなっちゃうんだけど、どういうことなのかなって思った時に、弾く前に弾こうと思った時に、なんかね、なんて言うんだろう、ここにないものに焦点を合わせるっていうか、探しに行かないっていうのかな、なんかなんかやんなきゃとなった時に、どうしようどうしよう何にしようみたいな、持ち札を探しに行かないみたいな、またこれ言い出すとね、ちょっとわけわかんなくなると思うんですけど、なので今なんでそんなこと言ったかっていうと、今からじゃあまずやってみようと思った時に、
今私はなんか、ね、むしろなんかあたなんかなんていうのかな、うちに行くんですよね。うちってうちと外が一緒なんでしょうけど、なんか空間ってすごい、空間の音って深くて、空間ってこうこの辺こう外を見がちだけど、自分の中にも同じ空間があるじゃないですか、顕微鏡とかで見たら。だからそっちっていうか耳の中っていうか、だからなんかちょっと説明しにくいんですけど、そこのなんか気のせいっていうのを、もうなんか気のせいじゃないって、気のせいをつかみに行くっていうか、だからなんか例えば、じゃあちょっとね、なんかやってみますと、よいしょ、例えばですよ、今気のせいってなんかこんな、なんかやったことあるね、こういうこの音が気のせいっていうか、こんな感じっていうのがあるんですよね。そうするとこれかな、って言ったら、こうやってなんかなんかこういう世界に、こんな世界をそこをなんか、これがなんていうのかな、それこそ尻尾なんですよ、ある世界の。そしたらもう絶対それは離さないって言って、もう一本の糸をなんか前にも話したことありますよね。でもそういうそんな感じでこれを追っていくと、私も今どういう風になるかわかんないけど、でも今日最初に始めた最初のやつはこうなっちゃったから、じゃあこれって言ってちょっとやってみますね、このね世界を。
まあ、例えばこういう感じで、そうするとなんかそのあこういう世界だったんですねっていう感じになるので、なんというかそのこっちにあれがないんですよね。なんていうのかな、そのハンドルを、私がハンドルを握っていないのか、ちょっとに握っていないんですよね。なのでなんかこう今のとかでもどうってことなさすぎて、単純だし、もうちょっとなんかこうとか思うんですけど、その出ちゃったものはそうなので、なんかこう操作が入ると進まなくなっちゃうんですよね、これが。それでなんかなんでその1分のやつの時とかはそういうのでなんかボツにするやついっぱいありますけど、そんな感じでまあやってまして、そうですね。でね、そうだな、なんか何の話したらいいかなと思うんですけど、そうですね、これによってっていう、まあいつもしてる話ですけど、私にとってこれは何なのかっていうことですけどね。なんかでもやっぱりあれですね、生かされてるってやつですね。本当にだってなんかこれに関してはもう何もないですから、そのやるまで何もないですから、毎回そう最初の頃ね、その最初のその1日1個取るっていうのをやってた頃、最初はそのもっと前は1個出てくるのも結構なんか不思議だったんですよ。これどうなってんだろうって、そのでちゃんとこうそのジャズの人みたいに理屈でっていうか進行とかいろんなこと分かってて、コード進行とかそれを使いこなしてじゃんじゃんやってるんだったら全部自分のコントロール下にあるんだけど、そういうのが苦手なので、そういうのはもう一生やりたくないっていう、やらないっていう感じだったけど、まあそんなすごいやつじゃないけど、でもなんか出てきちゃうんですよねみたいな。そう一番最初はそれでそうだったんだけど、そのもっと前は遡るとそうだ、起きた瞬間に頭の中で音が鳴ってるっていうやつをピアノで寝ぼけまなこでっていうか半分 寝ながら寝てたのに、もう起きて動いたら忘れちゃうから、そのまんまそのスマホで音だけ録音するっていうことをやるようになって、でそれを今度そうこういうふうになってきたんだけど、それでなんかだからその最初の頃は大体もうやる気がないから、だけどまあやるって言っちゃったしなみたいな感じ、出る気がしないと、やれる気が、日1個やってそれでまた次の日っていう時にもう全くなんか頭に浮かんでないから、その即興が出る気がしないっていうんだけど、あ今日も出たみたいな、そしてまた次の日も今日も出たみたいなのの本当にそのなんか2000日って感じで、で似たようなものはもちろんいっぱいあるけど、やろうとしても同じのってまあできないから、なんか
なんか命ってこんな感じっていうか、こっちに権限がないっていうか、なんかわかんないですけど、そういう感じでなんか、今ここにはあるんですよ、本当に。だから明日これが弾ける、保証はもう絶対に永遠にないから、明日にならないと。でもうそんなのなんかもうね、明日にならなきゃ分かんないけど、今ここにはなんかあるみたいなのが、ちょっとそれの信頼感みたいのが生まれて、そうするとなんかよく言う、他のことでもいろんなね、先の心配とかするけど、それって今ここにあるんですかっていうふうに聞かれることあるけど、まあ確かに今ここにはあるし、そして今ここは対処ができる。だから今ここに問題があったら、もう別にそれはなんか思い煩うっていうよりは、それをなんとかするだけだから、そんなになんかその不安とか言ってる場合じゃないっていう風になるから、やっぱり今ここじゃないことがやっぱり不安なんですよね。でもそれはそうなんですけど、私もその例えばね、その今度6月10日とかだって、あそこがあそこがあであであれって思いますけど、まあそれその時にならないと、ただまあその時までベストを尽くさないとその時も来ないんだけど、だから今ここのねつながりだなって思ったりしますけどね。それでそのじゃあね、そんな感じでやってるんですけど、なんかその不思議な、なんていうのかな、あと思うのが、そのなんかやっぱりその自分が把握してるこの世、この世界の感じとちょっとなんかこうずれたところから、多分なんかそういうところにね、なんていうのか、あれです、ももとかってあるじゃないですか、お話。ああいうのとかも時間を止めちゃうじゃないですか。時間を止めて、で世界中の人がフリーズってなって、でそこになんか別のこう時空が、そこでなんか自由自在ってかって、みんな止まってるから、物事が、世界が止まってるから、アクセクしなくてもよくて、でなんか私だけ動けるみたいな感じで、そこで自由にっていうような場があるような感じがするっていうか、その不思議なこう、なんていうんですか、クラックっていうんですか、なんかさ、そこにこう出ちゃったような感じがすることとかあって、そういうとこから、そこから来るとも、そこに出るというか、なんか違うなんかをこう立ち上げるって感じもなくもなくもなくって感じで、ちょっとじゃあそう言ったんで、そんな感じっていうのを今ちょっと思ったんで、ちょっとそういうの、そうですね、そうするとそのね、その世界でなんかね、なんか出てきたりとかね、なんかするかもしれないし、なんかちょっとそういうのね、そういうちょっと言ってみたいと思います。このなんか本当にお願いします。Thank you.
なんかこんなのとかね、これはまたちょっとまあ不思議系かもしれないけど、こういうのもねありますけどね。そうですね、それとかいろんなのがねありますよね。なんか和風なやつっていう日もあるんですよね。とかなんかやたら平和なやつっていうのもありますよね。それがどういう、めっちゃもうバカみたいと思うけど、なんかバカみたいな、なんか平和なやつとかないかな。私はこれで、なんか最近よく見るカメさんがお散歩してるなんかところに行ってたなみたいな感じがしましたけど、まあだから楽しいっちゃ楽しいですよね。自分でこうやってなんか遊んなんか本当に、まあ今日はピアノ遊ぼうですけど、そうですね、なんか多分私のなんか願いが、その幼少期からの願いがピアノで遊びたいだったんですよね、やっぱりね。だからなんか未練がましくいつになってもピアノで遊びたいって言って、まあね、やってんだろうなみたいなことも思ったりしますけど、
そうですね、和風なやつ、和風なやつの時もね、あるんですよね。それがどうしてそうなると、あれですね、あとすごく天候に左右されるんですよね。あと季節に左右されるんですよね、これがまたね。なので、なんか、どういう、だから、今自分がないと、なんか、やっぱりでも確かになんか自分のなんか悩みとかで頭がいっぱいいっぱいの時期って、季節の移り変わりとかあんまり記憶になかったなっていうことがあるような気がして、だから自分が逆にないと、こうそれがこう季節がこっちにやってくるみたいのもあるのかもしれませんが、だからなんか夏ってなるとなんか、だから冬とかなんか寒っぽいのが多くなって、雨っぽいのが雨の時期雨っぽいのが多くなったりするなとか、なんか春とかなんか虫とかがなんかうご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 って、すごい面白かった経験が最初の頃に、なんかうご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 うって、なんかなんかどんなんだったかな。こんなんで、こう違うけどちょっとなんかアラビア風なんですけど、こんなので私頭で、いや頭にね、それ引いた時に、なんでそんな言葉と思ったっけ、「啓蟄」って言葉がある、なんかでなら、もちろん私がなんか私がこう漢字とか弱いのと無知なんですけど、小学校ぐらいの時に初めて、誰か先生に教えてもらって。でこういう字を書くって教えてもらって、でそれはまだ寒いけど、その土の中で春に向けていろんな虫たちが目を覚ましてね、幼虫とかがこうみんな春に向けてこう動き始める、だから外には見えないけれど、その土の下とかで命がこうまた新しく、そういう動き、そういうなんかことを「啓蟄」って書くし、「啓蟄」って言って、暦も「そうなんですよ」って言って、まだ2月だと思うんですけど、で「啓蟄」って思ったんですよ、私なんか言葉が出たんですよ。それで「啓蟄」って多分タイトルにしたんだと思うんですよ。それででも私「啓蟄」がいつだかも知らないし、そうしたら「その日だったんですよ」っていうことが一回あった。なんかだからやっぱり何かあるんじゃないのかなってね、思ったりしますけど、まあ、そういうなんかすごいバッチリ当たったみたいなのはそんなにないですけど、そんな感じのね、あれですね、ちょっとなんか和風のやつちょっといけるかな、わからない。Thank you.
なんかこんな感じ、こんな感じでしたね。これがなんか和風な感じ、竹林に来ましたね、今ね。なんかかぐや姫とか、いや、それで今実はその七夕のメロディーを思い出せなかった。七夕のメロディーどんなんだったっけ。なんか七夕のメロディーが出てきてくれたらいいなと思ったんですけど、ちょっと考えとこうかな、考えたら今度。そんな感じですね。なんかだからやっぱりこれは完全に遊びです。本当に一人遊びです。だからこの間30分のとか、ちょっとね面白い方がいて、その方がっていうか、まあ、知り合いですけど、イベントで最近ね、オンラインのイベントが多くなったから、そのイベントの休憩時間とか、その何だろう、そのパソコン上の休憩時間に即興流しときたいっていう方がいて、で頼まれて、その30分バージョンとか1時間はないから15分とか最近撮ったことがあったんですけど、そういう時にやっぱりそんなに長くやることってないから、長くなった方がちょっとこうなんていうの、ワンダーランドじゃないけど、まあ、怖いですけど、お化け屋敷要素もあるけど、もうお手上げっていうか、どこに連れて行かれるんだろうみたいなので、公表しなければ面白いですよね。なんか公表 しましたけど、公表ってか、今度あれしようかなと思いましたけど、チカピさんが、私今日は笹の葉キラキラ、あ、そうですか、あ、笹の葉サラサラね、それ、あ、そうそうそう、歌ね、歌ね、そうそう、言葉は分かるんですけど、ちょっとメロディーがとっさにさっき出せなかったんです。笹の葉、そうだね、これだとちょっとさっきのに入んないね。入ったね。いや思い出せなかったけど、今度じゃあ、いや意外とね、それでパッてこれがやってて、そのメロディー浮かべば不思議にちゃんと合うんですよね、これが。何回かある、そういうなんかその季節のどっかのメロディーが突然ってね、面白いんですけど、まあね、だからそのこういうのに、他の曲はちょっとわからないけど、どうかな、ちょっとちゃんと考えてないけど、即興に限りは最初の入り口がちょっと私がまだこの世にっていうかいるので、こう入りにくいけど、入っちゃうともう正解を探しに行かなくていいから、我に帰らなくていいんですよね。普通の曲はやっぱりいろいろと決まりがっていうか、もう全体的に決まりがあるから、その狭間にいなくちゃいけない、狭間にっていうか、そのこのちゃんと次どうなってるのかなとか、ここが注意事項だとか、ここで間違えるんだぞとか、そういうのがないから面白いかなと思いますけどね。そんな感じですね。ちかこさんがなんか見えたから、ちかこさんのなんか、ちかこさん思い出すやつっていうのもありますけど、ちょっと似てるね、あれも和風でね。でもあれも面白い時空ですよね。そうですね。じゃあもうなんか大体もう時間になったんですけど、ちょっと違ったのだと、これ即興になるか分かんないけど、真逆でね、こういうのもあるみたいなね。
な感じに、ね、なりますけどね。あ、ちかこさんじゃなくてちえちゃんちえさんね。じゃあちょっと間に今こう違う音を入れて、せっかくなんでちょっとちかこさんのやってみようかな。ちかこさんのっていうか、これはなんで、これもちょっと不思議なやつで、和風でもないんですけど、で別に毎回違うんですけど、でもやっぱり同じ世界だなって思うやつがあって、ちょっといきますね。Thank you.
まさかのなんかちかこさんのなんだろう、ちょっと私今日パソコン、ここにパソコンってあれがないので、いやいやいや、なんかなんかこうお会いな、ちかこさんので最後になると夢にも思わなかったけど、やっぱりなんかこれちょっと私なんかすごい好きです、好きですっていうか、いや違うんですけど、毎回面白いんですよ。なんかこれちかこさんのがこういう方なんですかね、わかんないんですけど、本当面白い、これ絶対にこれはそこに合わせるとそこの世界に行かれるんですよ。すごいなんかとか、結構ちかこさんに関してはこれ流しちゃってたと思うんですよね。ある日の朝の即興でね、これ朝のピアニーノの方でこれを別に全然同じ、毎回違うんですけど、なんかこの世界観がちょろっとやった時にちかこさんがなんかすごい響いてくださって、それで私はなんかこれだけちょっと意識したっていうかなんですよね。なんかでもなんかこれなんかもうちょっと洋風になるのかなって今日思ったんですけど、すごい和風になっちゃった。なんかやっぱり日本人ってことなんですかね。だけどなんかやっぱりちょっとあれになりました。なんか今度も和風もいいんだなって、和風もいいっていうか確かにっていうか、でも日本人ですからね。なんかやっぱりその魂的には日本のこと何にも知らなくても気を抜くとそういうのが出てきちゃうのかな。それはちょっとでもその思ってた。なんか一日のやるときに和風って、和の楽器やったことないし和の音階も知らないけど、なんかひょいっと和風って出がちだなと思って、でそれはきっとあれですね、DNA ですね、きっとね。そんななんかそんな結論になった、意外、意外や意外。そしてなんかもうこれでもなんか今これもうこの次このあとなんか弾く曲ないような感じなんで、今日はちかこさんの曲でなんか締めってことにしますけど、なんかいや面白いですよ。なんかね、なんか分かりませんっていうか、その本当になんかこれだけですよ、最初決まってたのは。それでなんか結構なんか探り探り行くんだけど、なんかこうグッとこうなんか持ってかれちゃうんですよね、そっちの世界に。でそれはなんか私が抵抗しないとなんですけど、それがなんかやっぱり面白いし、なんかまあ2000日やった成果かもしれないです。なんかそこになんかもう信じてなんかこう委ねるみたいな風になるにはやっぱりこう猜疑心があるので、そのぐらい日にちを重ねないとその抵抗するエゴがなんか降参しないというか、そういうこともあるのかもしれません。本当になんかエミさんもありがとうございます。なんかもうどんな感じだったか分かんない、セルブ夫人も素晴らしかったですとか言ってくださってありがとう。エミさんは引き込まれましたって、本当になんか引き込まれ、いやなんかでもやっぱり本当のところはこういうのがやりたいんですよね。最初の時に憧れたのは、だからまあありがとうございます。だからなんかやっぱりなんかすごいやれてよかったなっていうか、まあちょっとその2000日なんかバカみたいにやった甲斐もあったかも。自力じゃないですから、
不思議なあのミルクさんも本当にですよとか言ってありがとうございます、セレブ夫人素晴らしかったですとか言ってありがとうございます、あの志保さんも素晴らしいとかです、本当ですかね、なんかなんこれ志保さんにやる言ってんじゃないですよ、あのミルクさんも控えめに言って最高ですとか言ってくださって、チカピさんは魂が癒されるとか言って、いやチカ子さんのおかげですよってありがとうございますとか言ってくださって、なんかあれです、あのいやなんかやっぱりそう違うんですね、なんかね、そうこちらが聞きたいのこういうやつなのよって言ってくださって、いやでもまあでももうやっとですよ、やっとだからこれでこういうのでするとなんていうのかな、続けられるなって感じが、そのまあね、そのいろんなクラシックをやっていたのを全部使ってやってはいるので、その体の使い方とかそのテクニックとかは、だからまあそれありきなんですけど、例えばね、そのぶっちゃけこの6月10日のに結局今私がなんかやるってコンサートやるって私の人と違うところだったらもう即興しかないんだけど、まあ、即興があるからまあとりあえずまあやってもいいかなっていうか、普通の曲だけ弾いてもこの普通の人がっていう感じなんですけど、でもそれをこう出すためにはやっぱりそれだけではバランス取れないし、そしてやっぱりそのもちろんその普通の曲でもやりたい曲とかあるし、そしてその回としてすごくこう楽しいとか、みんながなんかこう一つのストーリーのようなっていうか、なんかいろいろ考えてこうあれすると、その一般の曲のね大変さはもうこの私がこれ弾く100倍なんですよね。100倍どころじゃないから、だってこれに時間かけてないから、まあその2000日あるっちゃあるけど、そうそんなに違うんだよなってすごい思いますね。でなんかそれでもの普通の曲、その例えばバッハのシャコンヌとか、いやもう全然本当にギリギリで当日どうなるかって感じですけど、しかももうそのいろんななんかいろいろこうなんていうの、筋肉的にもギリギリだからそこでいけるだけやっちゃうとこれで今度壊れるともうアウトなんで、そこのせめぎ合いでなんかどこまでいけるかって感じなんですけどね、シャコンヌは。それに比べてこの即興のなんか神に委ねる的なこの感じの楽さがすごいけど、まあでもこれでもまあね、これがあるからシャコンヌもこの年でやれるっていう、やれるっていうかやらせていただける場があるっていうか、やっぱなんかねリベンジしたくなっちゃうんですよね。リベンジっていうのも感じ悪いけど、一回ねちゃんと、まあでもきっと今度もきっとっていうか、もうもちろんそのちゃんとは弾けないけど、でもなんかそのシャコンヌらしさっていうか、そのすごくね格調が高いっていうか、格が違う曲なんですよ、シャコンヌって。それでまあ憧れていたし、で何回かまあちょっとやったり失敗したりとかはあったけど、全然歯が立ったことがなくって、でもやっぱりそのね、そのだから完璧にとかじゃなくって、そのバッハがその曲に託したその曲を演奏した時に立ち上がってくる世界があって、うまく演奏できればね、それは間違えるとかどうかじゃなくって、それをちゃんと立ち上げさせられるような、下手でも間違えてもその世界がこうちょっとでもこう聞いてくださる方に感じていただけたらいいなと思って、まあ、やってるんですけど、まあ、その大変さとこの即興と、なんか本当に腰抜けるほど違うなって思いましたけど、だから結局でもね、そういう練習っていうか、なんていうのかな、その
試練じゃないけど、それとこれとがまあセットなんだろうなっていうのと、何をと思ったのかな、なんか、そうですね、なんかあの裏表なんのかなとは、それが あるからこっちで自由になれるっていうのもあるし、まあね、何とも言えないですけど、あのでもなんかそうだから自分とも違うのかもしれないけど、でもこう何かに合わせていかないって楽なんですよやっぱりっていうことはあるかな。だけどやっぱり型の問題がねあって、またあの私も今ちょっと誰にも言ってない、あのちょっと今一番なんかちょっと面白いことか、この思わせちゃいけないけど、なんかそこでなんかちょっと型をやってるんですけど、全然関係ないこともちょっと、ああこんな世界があったかっていうのがまたこの思わせぶりな感じなんですけど、そこやっぱりね、手張りって、もう手張りっていうのをもうほのすごい、なんか今私その別のなんかラインで、あのそれが楽しいっていうか、しっかり型をなんか入れてこそあの破れるんですよねっていうのは、やっぱりだから自由だとか言ってるのは、あの型がないと踏み台がないから自由にもなれないっていうか、なんか破る対象がないっていうか、まあそういうだなって今つくづく別のところで思ってるんですけど、そういう意味でもまあやっぱりそのだからその今も結局なんか私が例えばすごい瞑想とかやってすごく何かとこう通じることができたとしても、キャッチすることができたとしても、それをこのように表現するのはこの私の体なんで、私のテクニックなんで、私が持ってるテクニックが表現の限界になっちゃうんですよね。でテクニックっていうのはその弾き方だけじゃなくって、あのやっぱりそういうなんか理論みたいなことにもなってくるんだと思うんですけど、まあだからやっぱり両輪なんでしょうね。だからその古典をやるとちょっと増えるんですよね、その即興に対する持ち札がとか、そんな感じですね。なんかでもおかげさまで、すごいありがたい時間でした。なんかこれ練習しててもここまでは来れないんですよね、同じ1時間でも。だから結論にね、ということで弥生さんで贅沢すぎるお昼時間とか言ってくださって、あの皆様お昼の時間あの失礼いたしましたっていうことで、終わりたいと思います。次回は6月の多分コンサートの後になると思いますけど、またいろんな、今度7月にちょっと広島でやったりするので、それと関係ないかな、わかんないけど、まあ別にインドも諦めてはいないので、あのインドの夕べもなんかまたお楽しみにっていうことで、あのよろしくお願いします。ありがとうございました。では素敵な日曜の午後をお過ごしください。では、また明日の朝も淡々とやってますが、あの皆様もあのどうぞ、なんかよくわかんないけど、なんか やっぱりなんかなんていうの、バカみたいでも続けるとなんかいいことあるかもしれない、わかんない。いやーありがとう、この時間帯私も意外といいかもしれないけど、別になんか日曜の昼ってありかもしれないですねとかね、なんかいろんな時間にやっていきますね、ということです。ありがとうございました。本当にこんな忙しい時間に皆様ありがとうございました。ちかこさんも、ミルクさんもくまさんもようこさんもしほさんもありがとうございました。では終わります。ではまた失礼します。ありがとうございました。